まあ世界を取るという約束はわし的には半分しか果たしておらんと思っとるがな。え、高村さんがいるじゃないですか。言いたかないが、あやつは天才じゃ。仮にわしの元でなくとも世界を取るであろう男じゃ。厳密に言えば、わしは世界チャンピオンを育てた会長ではなく、世界チャンピオンのいるジムの会長にしてもらったと解釈しておるよ。なんか難しいっすね。後継者という問題だに、うん、高村は生まれながらに自分の拳さあ持っていた男だに、銀ちゃんの拳さあ受け継いだかというと、うん、生涯剣闘と共に生きるか。お話感動しました。僕は会長ほど自分に厳しく生きられるか分かりません。でも尊敬する会長にずっとついていこうと思っています。ユキさん、覚えてほしいだに、今そこで合わせている手こそ約束の拳だに。名前は幕の内一歩。長い時間かけて種さ巻き続けて、まだどんな花をつけるかわからんが、この男こそ源ちゃんの拳を受け継いだ男だに。俺もやらせてくれ。あ、はい。感動しましたぜ、ユキさん。もうすぐ会長も猫田さんもそっち行くと思いますんで、よろしくお願いします。その男の名は青木勝。しかし忘れていいだに。なんか言いました？なんでもないだに。残り半分の約束果たしたらまた報告に行くわい。ま、果たせるといいですね。貴様はのんきに言うな。それまでお達者で。